はい、お疲れ様です。今日はボンゴトラック車検で入ってます。このボンゴ、四駆ですが、年式が平成30年式です。で、この下回りというか、この四駆の足回り、エンジンマウント、この間エンジン乗せ替えしたボンゴと大体構造が一緒ですね。だからエンジンの下ろし方もほぼ一緒だと思われます。昔から変わってないんですね。まあ、エンジン脱着はできればやりたくないですね。走行距離もまだ2万キロ台なんで、あまりやることもないんですが、ブレーキフルードは定期交換で交換しますが、このボンゴのこのストレーナーみたいのが2個ついてるの何なんですかね。これ外した中にもう1個これがついてるんですよね。謎です。はい、 GTR のプラモですが、作り始めてはいますが、まだ最初の段階ですね。このリアサスペンションの最初のとこです。部品の塗装したので、組み立てていきます。まずこれドラ車は
はい、リアサスできました。いやー、これ塗装して組み立ててめちゃめちゃ大変ですね。これがこうつくですね。まだ一番です。これをボディ色で塗らないといけないんですね。とりあえず今日はここまでです。またそのうち出すかもしれません。